bus. Hi. チャンネル登録押してね。じゃん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 、早く起きて一緒に遊ぼうよ。寝たくない。外はとっても寒いんだもん。風邪ひいたらドーナツも食べられないし。じゃんじゃん、風邪をひかないためには布団にくるまってちゃダメじゃない。さあさあ、それじゃあどうすれば風邪ひかないの？僕たちみたいにやってみて。そうすれば風邪の予防になるわ。ように爽やかな朝日を浴びようよ。早寝早起きするよい子。元気な体作る習慣、風邪をひかないように。一日三食野菜や果物、何でもよく食べるよい子。いいことじゃないね。それじゃあ僕たちの外に行ってみる？うん、行こう。お友達が出てきたらティミーが入るわよ。しないで、健康診断は全然怖くないわ。さあ、私たちの番よ。あ、はじめまして。はじめまして。僕は聴診器だよ。君の心臓の音を聞いてあげるね。くすぐった。面白いでしょ。もう一度聞いてみようね。ちびっこ医者、聴診器で、ドクンドクン聞いてみよう。心臓がダン、ちびっこ医者、聴診器で、ドクンドクン聞いてみよう。問題なし、yes! はーい、さあ喉を見てみようね。そう見えるね。でももっとバツいのよ。これは舌圧診っていうの。ちびっこ医者、いいですか、お口を大きく開けてみて、ちびっこ医者、いいですか、
問題ないわ。うん、よし、検査は終わりだよ。とっても健康だよ。ありがとうございます、先生。もう、検査終わったの？終わるよ。へえ、健康診断って全然痛くないし、面白いね。ママ、ママ、次の健康診断はいつあるの？今日、学校で予防接種するんだって。注射だって？キキ、どうしたの？キキ、早く行こう。遅刻しちゃうよ。注射嫌いなのね。いたたた、頭が痛い。頭が痛いですって？病院に行かなきゃ。救急車呼んでくる。いや、うちにいるからいいよ。平気だってば。やばい。キキ、頭が痛いんですって？熱は？体温を測りましょう。どうしよう、どうしたらいい？看護師さんに仮病がバレたら。いい手がある。体温を測りますよ。見て、39度も熱がある。仮病だってバレないよな。口で熱を測る体温計だから、じっと口にくわえててね。あーして、もう一度測り直し。平熱ね、熱はないわ。どうしよう、他の方法を探さなきゃ。そうだ、先生、先生、喉が痛いんです。喉を見てみましょう。今度は仮病だって絶対にバレないぞ。さあ、さあ、喉が痛いからお水を飲んでね。水、いや、僕、我慢できない。お水ちょうだい。喉も異常なしね、炎症もないし。お腹が痛いよ。大丈夫そうだけど。待ってて、聴診器持ってくるから。あら、お腹がどうしてこんなに大きくなったの？早く先生を呼んでくるわね。仮病だとは思わないだろう。お腹がどうしてこんなに大きくなったんだ？10分後に手術をしよう。手術だって？どうしよう。手術の準備をしよう。大変だ、どうしよう。ダメ、早く逃げなきゃ。みんな外にいる。そうだ、窓だ。いい方法がある。どこ行ったの？キ
キ、そこで何してるの？ミュミュ、早く逃げよう。ダメ、手術しなきゃ。本当は注射が嫌で痛いふりしてたんだ。仮病だったの？遅刻したら早く行こう。ダメだよ。予防注射はしなきゃいけないんだね。さあ、行くぞ。シャカシャカ歯磨き。ヒヒヒ。ピピ、眠いな。歯磨きしなきゃ。うん、わかった。ヒヒ。ヒヒヒヒ。ピッピが歯磨きしないぞ。やった。本当ですね。ピッピのおかげで美味しい食べ物にありつけそうですよ。眠ったぞ。俺たちの出番だ。はい、怠け者め、早く起きろ。はい、わかりました。歯磨きしよう。ピピ、おはよう。うん、おはよう。うわ、お口の匂い。歯磨きしなかったの？お口の健康はとっても大切なのに。それに、朝ごはん食べてからにするよ。歯が痛い。あら、それじゃあ温かいお湯でも飲む？うわ、まだ痛い。何食べても痛いんだね。ピピ、虫歯ができたみたいだな。虫歯？それってとても痛いんでしょ？トトに助けてもらわなきゃ。ベイビーバスツツツ、アブラカタブラ、いやー。やあ、ピピ、どうしたんだい？歯がとっても痛いんだ。大丈夫さ、僕が見てあげるよ。虫歯菌が歯を攻撃してる。食べ物を食べたら必ず歯を磨かなきゃいけないよ。じゃあどうすればいいの？トト、助けて。それじゃあみんなで虫歯菌を退治するぞ。これは歯ブラシ？その通り。歯ブラシくんと歯磨き子さん。虫歯ができないようにするには、ご飯を食べた後にうがいをする習慣をつけることだね。みんな、毎日歯磨きすること忘れないでね。みんなおはよう。僕はキキ。
私はミュミュよ。今日は歯医者で患者さんを診察してみるよ。みんな一緒に行ってみよう。変身、歯医者さんなーれ。私たちはちびっこ歯医者さん。歯の検査、歯の検査、お口を大きく開けてみよう。上の歯見て、下の歯も見て、お口を虫歯の予防はどうしたらいい？毎日歯磨き。歯を磨こう、歯を磨こう、きれいに歯磨きしてみよう。上を磨こう、下も磨こう、きれいに歯磨きしてみよう。時はどうしたらいい？歯医者さんに行く。うわあ、今日はキキとミュウミュウが歯医者さんになって診察してみました。みんなキキとミュウミュウにメダルをあげましょう。みんなおはよう。僕はキキ。私はミュウミュウよ。うわ、消防車だ。あそこで火事が起きたみたい。早く来てみて。僕たちが消防官になってみんなを助けよう。火事です。誰かが叫ぶ声。誰の家に火事が起きたかわかる？そうだよ、ピーピーの家で火事が起きたんだ。早く助けに行こう。火事です。誰かが叫ぶ声。勇敢なちびっこ消防官。高いはしご車準備完了。消防車の出動だ。助けて。誰かが叫ぶ声。勇敢なちびっこ消防官。焦らないで落ち着いて。私についてきて。わあ、今日はキキとミュウミュウが勇敢な消防官になってみました。みんなキキとミュウミュウにメダルをあげましょう。イエーイ。何でも任せて。僕は勇敢なモンスターパトカー。はははそれじゃあみんな一緒に行ってみよう。よっ。モンスターパトカー、モンスターパトカー、困った時は駆けつける。ワウ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 、道が混めば、ワウ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 、交通整理。何でも任せて。僕は勇敢なモンスターパトカー。
モンスターパトカーモンスターパトカー困った時は駆けつける。ワウワウワウワ故障した時はワウワウワウワ助けに行く。なんでも任せて、僕は勇敢なモンスターパトカー。モンスターパトカーモンスターパトカー困った時は駆けつける。ワウワウワウワ悪い人いれば逮捕する。追いかけろ追いかけろ早く早く追いかけろ追いかけろ捕まえよう。追いかけろ追いかけろ早く早く追いかけろ追いかけろ捕まえよう。追いかけろ追いかけろ早く早く追いかけろ追いかけろ捕まえよう。なんでも任せて、僕は勇敢なモンスターパトカー。ミュウミュウ、これは君のキャンディーだよ。私のキャンディー、助けてくれてありがとう。どういたしまして、これが僕の仕事だからね。